ホープウェルはアメリカ合衆国バージニア州南東部に位置する独立市である。2010年国勢調査での人口は22,591人だった。リッチモンド・ピーターズバーグ地域の中のピーターズバーグ市を中心とするトリシティーズ地域にあり、都市圏としてはリッチモンド大都市圏に属している。アメリカ合衆国商務省経済分析局は統計上の目的で ホープウェル氏とプリンス・ジョージ軍を一つにしている。ホープウェル氏は、ジェームズーとアポマトックス川を見下ろす位置を生かして、設立された。市内最古の部分である、シティポイントは、1613年に、トマス・デール卿によって設立された。最初は、バミューダ式と呼ばれ、チャールズ式に改名され、チャールズ・シティポイントとなり、最後に短縮されて、シティポイントとなった。 当時大西洋のバミューダ諸島はバージニア植民地の一部とみなされ地図にも載っていた。現在ジェームズタウンには人が住んでいないのでシティポイントすなわちホープウェル市は国内最古の継続して人が住むイングランド人開拓地となっている。1634年イングランド王チャールズ一世の命令でバージニア植民地議会がバージニア植民地を 最初の八つのシャイアに分け、そのうちの一つがチャールズシティシャイアとなり、そこにチャールズシティポイントが含まれた。チャールズシティシャイアは1637年にチャールズシティ軍と呼ばれるようになった。1619年、この時はチャールズシティと呼ばれたシティポイントのサミュエル・シャープとサミュエル・ジョーダンが植民地議会の最初の会合に出席した議員となった。1703年、 議会は、チャールズシティ軍のジェームズ側より、南の部分を分離して、プリンス・ジョージ軍を設立し、そこにシティポイントが含まれた。シティポイントは、未編入の町だったが、1923年に、ホープウェル氏がシティポイントを併合した。南北戦争のピーターズバーグ包囲戦の時、北軍ユリシーズ・グラント将軍が、シティポイントを作戦本部に使った。グラントの作戦本部は、 エイブラハムリンカーン大統領も訪れており、リチャード・エップスが所有する3つのプランテーションの一つ、アポマトックスマナーにあった。エップスは、海戦時に小麦などの穀物を栽培し、130人の奴隷を所有していた。エップスの資産には、今日のホープウェル氏の大半と、シティポイントからは、ジェームズ川の対岸にあったプランテーションのエップス島が、含まれていた。 エップスの元奴隷であるリチャード・スローターが戦中に北軍の艦船に逃亡し、これにはエップスの奴隷130人のうちの118人が同行し自由を選んだ。スローターは1936年に公共事業促進局のインタビューに答えてその人生を語っていた。1838年、シティポイントとピーターズバーグの間に建設されたシティポイント鉄道は ピーターズバーグ包囲線の間に重要な部分として使われた。現在はノーフォークサザン鉄道の一部となっているノーフォークアンドウェイスタン鉄道では最古の区間と考えられている。エップスのプランテーションの一部だったホープウェルは1914年にデュポンカンパニーによってホープウェル農園として開発された。プリンス・ジョージ郡内では未編入領域だった。デポンはまずそこに ダイナマイト工場を建設し、続いて第一次世界大戦の時には、ニトロセルロースの製造に切り替えた。ホープウェルは1915年の大化でほとんどが、海人に返したが、その後に繁栄を遂げ、奇跡の都市と呼ばれるようになった。州内の他の都市とは異なり、ホープウェルは、町として法人化されたことがなく、1916年に、いきなり独立市として法人化された。 第一次世界大戦後にデューポンがホープウェルを放棄し、工場をよそに移したの製品に特化した後で、1923年までホープウェルはゴーストタウン化していた。この年、チューバイズコーポレーションが元デューポンの敷地に工場を建設した。同年、ホープウェル市は隣接するシティポイントを併合し、拡大と繁栄の道を開いた。チューバイズの工場は後に、 ファイアストンが買収し、同社は、その後ホープウェル氏の主要雇用種となった。アライド・ケミカル・ダイ・コーポレーションとハーキュールズ・ケミカルも、元デュポンの敷地に工場を建設した。1935年12月22日、ホープウェル市域のすぐ外、修道10号線がアポマトックス川を渡るところに、あった羽橋で、1台のバスが開いた橋に突っ込んだ。 バスの乗客乗員15人のうち1人のみが生き残った。この橋の代替として2警官のチャールズ・ハーダウェイ・マークス卿がその傍らに建設された。ホープウェル市にはハネウェル・コーポレーション、ハーキュールズ・ケミカル、ゴールド・シュミット・ケミカルの所有する大規模化学工場とスマー・フィット・ストーン・コンテナ・コーポレーションの所有する製紙工場がある。このような工場によって市と住民は 長年多くの環境問題に対処することが求められた。特にこの工業の影響について学ぶようになってからはなおさらだった。1970年代のケボン問題は全国の注意を集めた。1977年2月24日夜明け後、ジェームズ川の水先案内人が指導して出航していたダンカーの SS マリーンフロリディアンの火事が効かなくなり、 水路を恐れ、ホープウェル市の東にあるベンジャミン・ハリソン記念橋に衝突した。この事故で橋が大きく損傷し、数ヶ月間閉鎖された。ホープウェル市は現在も重要な工業都市だが、工場の閉鎖、再開発の失敗、住宅事情の変化、環境対策の負担などによる就職機会の減少という苦しみを味わってきている。 1960年代から1970年代に郊外地が拡張した時期に市内の中流階級はプリンスジョージ軍やチェスターフィールド軍の新しい宅地を求めて流出した。市内の住宅は小さく古い賃貸物件が多く、その多くは第一次世界大戦中にデュポン社が工場労働者のために旧ごしらえで建設したものや低収入者のための住宅だった。 ホープウェル市は、中心街のジェームズ川とアポマトックス川の、ウォーターフロント地域、シティポイント歴史地区、さらに長く、空き地になっている、工場用地など、再開発を奨励してきた。第一次世界大戦中の工業都市として、急速に建設されたので、デュポン社が、A 村、B 村と呼んだ区画に建てられた数多い出来合い、住宅があった。市内には、 シアーズカタログホームの生き残りがあり、ガイドなしのツアーで外観を見学できる。また多くのアラディンキットホームもある。一時期は国内最多だった。住民が新しい家屋に移転したので、アラディンホームは放棄されて普及し、多くは解体された。ホープウェル市は1994年からイギリスのケント州アシュフォードと姉妹都市を結んでいる。2012年後半、 凶悪犯罪の発生率で州内最高レベルにあると報告された。2010年9月、元ファイアストーンの工場があった場所に建設されたばかりのエタノール工場で爆発が続いた。爆発が起きた時はまだフル稼働の状態ではなかった。人命は失われなかったが、工場所有者の王星寺バイオエナジーが工場を売却すると発表した。 このエタノール工場は創業されることがなく、仕事も税収ももたらさなかった。2013年時点で工場は放棄されたままであり、市は未払い資産税の支払いを求めて訴訟を起こしている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、市域全面積は10.8平方マイルであり、このうち陸地10.2平方マイル。 水域は0.6平方マイルで、水域率は5.36%である部分、改修されたビーコン劇場、ホープウェル市中心街以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ホープウェル公共教育学区には以下の学校がある。すべての学校はバージニア州教育委員会と南部カレッジ学校協会の認証を受けている。高知書チャータースクール。 ザホープウェルニューズは、ランカスターマネジメント社が運営し、発行部数8000部、週3回発行の地元行事を報道する新聞である。約80年間、月曜日から金曜日まで、発行の有刊視だった。発行部数の減少と、収入減に直面し、週3回発行に削減し、さらに週2回発行に減らした。2010年秋に、 週3回発行に戻した。現在は、姉妹市であるザ、ザニューズパトリオットと合併し、内側の紙面を、ホープウェルニューズ、ニューズパトリオットとし、ウェブサイトのバナーも、ホープウェルニューズパトリオットとしている。ありがとうございます。